メコン川、メコン川、メコン川は、東南アジアを流れる河川。東南アジアで、最長、アジア全体でも7番目に長い川である。メコン川は、チベット高原に源流を発し、中国の雲南省を通り、ミャンマーラオス国境、タイラオス国境、カンボジアベトナムをおよそ4200キロにわたって流れ、南シナ海に抜ける。典型的な国際河川の一つで、 数多くの支流がある。雨季には流量が増し流れが早いため、船の運航は非常に難しい。寒季には流量は減るが、浅瀬が増えるため船舶の運航が難しくなる。流域諸国が集まって協議する MRC、メコン川委員会で、メコン川の土砂を除去して貿易路に使うとの案が出されたが、除去してもすぐに土砂が堆積するため、この計画は頓挫した。なお、 タイラオスミアンマーカンボジアベトナムの本流、シ流周辺では、日用品の取引などの小規模な貿易が行われている。メコンの名はタイ語に由来する。メ、メイは、メイナーム、川の短縮語、コン、コーンの意味には、諸説ある。有力な説は、コーン、コングは、サンスクリット語のガンが、ガンがイコールガンジスの天下とするもの。すなわち、メコンは、 ガンジスガーのように偉大な川、大きな川と解釈する。タイ語では、ガワニを意味するが、この場合は、または、の天下だと一部で考えられている。どちらも、川や道の屈曲点を意味する。いずれの説を採用するにしても、目という語に、すでに川の意味が含まれているので、さらに、川をつけるのは不自然とする立場から、メコンとのみ称することもある。 国際河川であるから、地域や国ごとに異なった名前で呼ばれる。メコン川とその流域は、世界的に見ても、生物の多様性が最も豊かな地域の一つである。世界自然保護基金、WWF によると、発見された新種は2015年だけの163種、1997年以降の累計では2409種に達している。 生息が特定あるい推定されている魚の種は1200以上に上る。漁業はそれぞれの領域の経済活動の非常に重要な要素であり、約120種の魚が商業的に取引されていると推定され、食料として重要なタンパク源となっている。これによってカンボジアとラオスの人口一人当たりの淡水魚の漁獲量が世界で最大規模となっている。 上流部では流入する雪解け水により一定の流量があるため比較的透明であり流れは速い。水質は pH6.9 から8.2でほぼ中性の傾向を示し栄養素レベルは低い。下流域では特に浮きに赤茶色に混濁する。インドシナ半島に広く分布する高度であるラテライトの土壌を可視侵食するのが理由である。水質は pH6.2 から6.5川は上流と下流の異なった二つの生物症に分けられる。流れの速い上流では魚類は土壌、吸盤なまず、鯉が支配的な種である。流れの遅い中流部、下流部は鯉、メコンオオナなまず、および千葉もが支配的な種である。一部の魚類や哺乳類や爬虫類は重大な危機に直面しており、絶滅危惧種も多い。 淡水に生息するイルカ、ネコンイルカは、かつて下流部では、一般的に見られたが、地水と乱獲のため、現在見かけることは、非常に稀になっている。川の中や川の周りに生息している、他の小宅地哺乳動物としては、川嘘ウソと砂鳥猫が挙げられる。固有種のシャムワにも、目撃例は、非常に少なくなっている。ウッキである5月末10月にかけて、最高となり、 寒気の末の5月頃には最低となる。メコンデルタ地方は数千年にわたってメコン川の堆積でできた平野であるために標高差がほとんどなく流量の少ない寒気の末には南シナ海の潮石の影響が顕著に現れる。満潮時と寒潮時では川口近くのバム渓ンでは3メートル、川口から約100キロメートルのミートゥアン橋付近では2から2.5メートル。 約2 0 0トルのチャウドックでも1ル程度の水位の変化が見られ、カンジオ河線としての特色も強い。メコン川はカンボジアプノンペンの南でトンレサップと合流し、本流とバサック川の2つの流れに分かれてベトナムへと流れる、ウッキの間はトンレサップへも流れる。メコン本流とバサック川はさらに分岐と合流を繰り返し農業生産。 特に米の生産に欠かせない非常に肥沃なデルタを形成する。ベトナム語ではこれらの流れをまとめて、ソンクーローン、すなわち急流川と呼ぶが、これは、メッコンが九つの流れ、九匹の流になって、南シナ海に注ぎ込むと考えられていたからであった。実際には、十九世紀の初めには、デルタを構成する大きな流れは四本であることが知られていた。また現代のベトナムでは、 地方区文明として、メコンデルタ地方が存在する。メコンデルタは5万5千キロメートルの面積に1 8 0 0万人の人口を抱える。ベトナムのメコンデルタ地方には、安山省、TNH ・アングヤン、ドンタップ省、TNH ・ NG ・ THP、関東中央直轄市、TH や NHP ・ HTRC、トウック・トラング・ NGCA の TH、 ビンロン賞 ,tnhvnh ロング、ハウザン賞 ,tnh、ハウグヤン、ティエンザン賞 ,tnh ティンジーン、ベンチ賞 ,tnhbn、トレイ、チャービン賞 ,tnhtr ワビン、ソックチャン賞 ,tnhsctrng、ロンアン賞 ,tnh ロングアン、キエンザン賞 ,tnh キエイヤング、バクリエウ賞 ,tnhb シール、カマウ賞、 TNHC アマウが含まれ、全社148章が、メコン川の流域内である、他の章も、水路で接続はされている。メコンに関する、最も古い文明の痕跡は、紀元前2100年まで遡り、鉄器時代の文化がバーンチエン遺跡に残されている。外部の文明との交流の最も古い記録としては、クメール文明の不南国の遺跡があり、 ベトナムの安山省オケオの遺跡では一世紀頃のローマ帝国のコインが発見されている。最初にメコンに遭遇したヨーロッパ人は1540年のポルトガルのアントニオ・デ・ファイラであった。1563年のヨーロッパの地図にはメコンについての記述が現れるがヨーロッパの関心は希薄だった。後になってスペインとポルトガルは宣教師を送り込み、 不況と貿易のための探検隊を組織した。1641年から42年には、オランダのゲリット・ファン・ウィストフが遠征を行い、ビエンチャンに達した。フランスは19世紀中頃にこの地域への関心を強めた。1861年にサイゴンを支配下に置き、1863年、カンボジアに保護国を設立した。 フランスのメコン探検隊がエルネスト・ドゥ・ダール・デ・ラグレとフランスをアガルニエによって組織され初めて系統的な探検が始まった。ガルニエは1866年から68年にかけ川口から雲南まで遡上している。水源はロシア人探検家ピョートル・コズロフによって1900年に発見された。1893年からフランスは 川の支配域をラオスに広げ、二十世紀の最初の十年間で、フランス領インドシナを設置した。第一次インドシナ戦争によって、フランスの支配は終わったが、以降、この領域に、アメリカが深く関わることになる。ベトナム戦争後、米国が支持する大政府と、その他の国における新しい共産主義政権の間に、緊張が続き、メコンの利用については協力関係を築けない。 状態が続いた。しかし、1957年には、流域諸国が集まって協議するメコン側委員会が創設されている。メコンが現在直面している、環境問題は、流域各国での水質汚染と、過剰な漁獲、ダム建設と給流を緩和する治水工事、及び上流部を領有する中国による河川水運を目的とした、岩礁爆破などの地形改変がある。 多くのダムがすでに川の支流に建設されているが、顕著な例では、タイウボンラーチャタニーのパクマンダムが、環境への被害をもたらすとともに、地域住民の生活にも悪影響を与えると批判されている。主流へのダム建設は、さらに深刻な影響を与える。中国は、チベット周辺にあるメコン川主流へのダム建設の大規模なプログラムに着手している。 1990年代に始まりすでに一つ目のマンワンダムをはじめ三つのダムを完成し、さらに12のダムを計画中である。中国は雲南省からタイ、ラオス北部にかけての上流部でより大型の船舶が航行できるように、障害となる岩礁の破壊などを実施、計画している。こうした岩礁は魚や鳥の繁殖場所になっており、生物の種類、 生息数を減らすことが懸念されている。経済が未発達なカンボジアでは、食料供給の大部分を川に依存している。年に一度の氾濫は、メッコンの支流であるトンレッサップ流域を肥沃化するために必要な多量の水を供給している。氾濫がなければ、この地域は乾いた埃だらけの生産力の低い土地となり、ひいては都市を維持することもできなくなる。 トンデサップ生物保護区は、トンデサップ周辺領域を保護するために創設された。他国を帰り見ない、中国の姿勢をめこんがい委員会の他国は避難し、ダム建設の中止を求めたが、空振りに終わった。最初の中国のダム建設以降、水位は低下し、捕らえられた魚は小さく、漁獲量は4分の1に減少した。チェンイ港の取引高は半分未満まで減少し、 メコイルカやマナティを含む多くの種が絶滅の危機にさらされるようになった。水位の低下によりフェリーが立ち往生するため、チェンライからルアンパバーンまでの航行は以前の8時間から2日間を要するまでに伸びている。現在でもこうした問題が発生しており、中国のダム建設が計画通り行われるとさらに深刻な影響を及ぼすことになる。下流域諸国は 環境破壊と汚染に加え、低い水位が魚の素上を妨げ、産卵ができなくなるという川の閉塞問題にも直面する。中国政府は建設前に下流の地域に事前に警告することになっているが、遅すぎるか全くないことが多いという。中国が岩石と砂州を浚渫し、峡谷を爆破して流速を緩和する一方で、 別の場所ではダムから放水を行うことにより、雨季寒季という自然のサイクルを無視した一時的な水量の増加が別の環境問題を引き起こす。この問題に特に強くさらされているのはカンボジアである。カンボジアの農業生産は絶妙な水量のバランスの上になり立っており、それが崩れることで15世紀にクメール王朝を滅亡させた。 大規模な飢饉と壊滅的な洪水というシナリオの再現が危惧されている。メコン流域のラオスの都市やベトナムのホーチミン氏も低い、水位と汚染により大きな打撃を受ける。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。